デカルトの哲学の原理第3版に掲載されている、エーテルの渦と天体の図下動説、下、動説、カルテシアン・ボルテックス・セオリーとは、ルネ・デカルトが提唱した、天体などの運動の原理を説明するための学説。何らかの流体、媒質の作用によって、天体の動きを説明しようとした説であり、当初支持者が多かったものの、後に、ニュートンが提唱した説が現れ、 17世紀から18世紀にかけてデカルト派とニュートン派に分かれて大論争に発展した。18世紀中頃に稼働説に否定的な証拠が得られたが、科学史的、科学哲学的には重要な説である。稼働説はデカルトの刑事上学と自然哲学に関する教科書的な書、哲学原理に記述され、人々に知られるところとなった。また、 デカルトが1633年頃には執筆していたものの出版をためらい結局死後に出版されることになった世界論においてもこの説は解説されている現代でもそうであるがデカルトが生きていた当時も天体の運動はいかなる原理で引き起こされているのかと問いかけが行われていた哲学原理はデカルトの研究をまとめたもので デカルトの自然学を提示したものだった。1633年頃の世界論の走行においては、物体とは独立した空間を認めて、運動というのは空間の中のある位置から別の位置への移動をとみなしていたが、その後デカルトは考え方を変えて、真空という概念は認めなくなり、世界は延長で満たされているとした。デカルトの可動説は、 天体を運動させているのは天体を囲んでいる。物質が天体を押しているからだとし、その物質は渦のように動いているとする。また、物体の落下については、水の渦の中に木片を置くとそれが渦の中心に引き込まれるが、いわばそれと同じ原理で、起きているエーテルの渦によって引き込まれていると説明した。デカルトの稼働説には、 物体の運動というのは直接に接触して、押さなければ変化するはずがない、とする考えが含まれている。これはアリストテレスの運動論を受け継いだ考え方であり、これは後に近接作用説と呼ばれるようになった。デカルトの哲学原理は番を重ね、多くの人々に読まれ、この稼働説も、当時や、後世の哲学者、自然科学者たちに影響を与えた。 ホイフェンスやライプニッツらは、可動説を改良しつつ引き継ぐ形で、近接作用を用いて運動を説明した。だが、アイザック・ニュートンは若い頃に、デカルトの書を読んで可動説を知ったが、この説には同意しかねたらしい。ニュートンの遺品として残された書類の中には、重力及び流体の平行についてという書きかけの趣向もあり、これは、 自然哲学の数学的諸原理の刊行よりかなり前に書かれたもので死後も刊行されることはなかったが、その思考にはデカルトの可動説を名指しで批判する文章が書かれている。ニュートンは自然哲学の数学的諸原理において万有引力という概念を提唱したが、こちらの方は離れた物体が影響を及ぼすとする説であった。 つまり、遠隔作用説を唱えたことになる。近接作用で説明する学説と、遠隔作用で説明する学説が、西洋の学会で同時に立てられている状態になり、激しい論争が巻き起こった。ライプニッツやホイヘンスは、ヨーロッパ大陸において唱え、それに対してニュートンはイングランドで唱える形になった。双方とも譲らず、論戦は実に18世紀半ばまで続いた。 この時代のフランス人でイギリスにも滞在したことのあるボルテールが哲学書館でドーバー海峡を一つ越えると世界が全く違う原理で説明され宇宙が異なっていると呆れ果てたように書いた文章が残されている。この論争に決着をつけるため1735年にパリ王立科学アカデミーは 地球の測量を計画し、南米のペルーと北極圏のラップランドに観測隊を派遣した。そして、両地域とフランスの四五千個一度に相当する五兆を測定し、地球の形状を求めた。デカルトの説では、宇宙に渦巻く、微小物質に押されて、地球の形は極方向に伸びた、回転楕円体になる。一方、ニュートンの説では、遠心力により地球は、 赤道付近が膨らんだ回転楕円体になる。測量結果はニュートンを支持するものとなり、これを機にヨーロッパ大陸でも急速にニュートン力学が普及していき、デカルトの自然学は影響力を失っていった。可動説は中世ヨーロッパに大きな影響力を持っていたアリストテレスの自然学をそのまま受け継いだものであり、真空の否定も アリストテレスの考えから来ている。その意味で、当時の正当理論であった。デカルト派は、遠隔作用説を取るニュートンの万有引力を、スコラ学での、隠された性質への逆行とみなし、オカルトフォースと呼んで批判した。19世紀から20世紀にかけて、ニュートン力学が受容されていく過程で、プリンキピアの説と対立するとみなされた、可動説は、 高等無形の説のように書き立てられ、現在でもしばしば初学者などはそのようなイメージを持ってしまっている。ニュートン自身は後に重力というのはエーテルの流れが引き起こしているのかもしれないとも考察した。また20世紀になり、アインシュタインによって一般相対性理論が提唱されたが、これはある意味で近接作用論が復興したような面も備えている。 この説が生まれたきっかけとして、デカルトは、オランダという運河が多い土地で暮らしていた時期も、あったので、その水面を見る日々がこの説の発想へと、つながったのかもしれない、と推察した学者もいる。ABCD 内、異創七、空間の謎、時間の謎宇宙の始まりに迫る、物理学と哲学中高新書、2006年。 ISBN 4億1210万 1829X。小山 &2003 年。ジョン・ヘンリー、17世紀科学革命、あずま一郎約2005年、岩波書店。ISBN40 億27万958。アイトン、EJ、ニュートンズ・イーサー。ストリーム・ハイポセシスザ・インベルセス・クエア・ローブ、グラビテーション。 アナルズオブサイエンス25-255-260土イ、10.1080-00033796900200151佐々木地から可動説哲学思想辞典1998年ありがとうございます